ちゃん、こんにちは。おっと、ゆたかさん、浮上だよ。浮上、お、今上がってきましたね。浮上といえば DeNA の、あ、DeNA、あ、うん、巨人もそうですけれども DeNA も阪神を3立てしました。おお、すごかったですね。まあ、こういうこと言っちゃいけないけど、はい、気持ちよかったねっていうか、はい、まあ、ピッチャーがそこそこ投げてくれて、はい、確かにこう試合を見てたけどさ、うん、阪神の状態が良くないな。あ、まずそこだったんですね、うん、特に大山、はい、ボールブリ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 振る、うん、まあ、佐藤、ね、空振りしたら左膝に当たったみたいな、はい、4番5番がやっぱ不調だとやっぱどうしても点は入らないよね。そうですね、今までそうやって阪神ね勝ってきたというか、うん、というのもあるんで、まあ、それとミスが出てきた、はい、で今まではそのミスを誰かが打って帳消しにできてたんだよ、はい、だからそのミスっていうのがクローズアップされなかったんだけど、はい、そのミスが直結するようになったね、敗戦に。あ、で豊さんが言ってた、そのもし阪神がダメになって落ちてくるとするとミスだっておっしゃってたのは、うん、やっぱそういうとこが見えてる。でも DeNA はやっぱりよく打ったよ、はい、まあ、打ったって言ってもまあ桑原、はい、桑原がやっぱこう先頭打者でね打って出ていくし、まあ、ホームランも3連戦で2本打ってるかな、はい、でオースティン、いいですね、早いうちにホームランを打って点を入れてくれる、で外ダメ押し打ってくれる、はい、まあ、結構打線的な流れはすごく良くなってきてるよね、はい、まあ、あそこは打てるからさ、うん、先発ピッチャーがしっかりゲームを作れれば、はい、なんとなくゲームにはなるんだよ、うん、だからそこら辺をやっぱ先発投手陣、まあでもね、その試合初戦かな、浜口が投げたらなんかおかしいぞみたいな、はい、終わってからやっちゃったみたいなその代わり勝ち投手の権利は取らせてくれって5回まで投げて痛くなって抹消されたって、はい、もうね、良くなったと思ったら抹消だから、なんででしょうね、歯車が、うん、まあ、歯車がな、はい、まあ、合わないって言えば合わないけども、はい、まあ、打てば勝てる、はい、打てなかったら負ける、うん、まあ、こういう試合だとやっぱ阪神にせっかく3連勝しても長続きがしないんだね。そうですよね、うんうん、で阪神とのじゃあ圧倒的な差は何なのかって、まあ、打線を比べた時に俺はそんなに遜色ないと思うんだよ。逆に言えば DeNA の方がホームラン打ってるし、はい、で何が違うんだって言ったらやっぱ走力なんだよ。あ、で走力っていうのはじゃあどういうことかというと、ギリギリが取れるところが阪神はギリギリ取っちゃうんだよ、はい、DeNA はギリギリ取れないんだよ。まあそういうことにもつながってくるんだよ、はい、だから例えば守備範囲というものをメートルに直したとしたら、はい、阪神は100メートルあるとするじゃん、はい、全員合わせて、うん、DeNA は70から80ぐらいしか、うーん、そしたらやっぱり先発ピッチャーが不安な中でやっぱこの20メートルをどうやって埋めるかっていうことなんだよね、はい、それはよっぽど打つしかないって今の現状じゃん、はい、でも例えばサンズがさ長打で帰ってくるとかさ、じゃあ外が長打で帰ってこれるかって言ったら帰ってこれないんだよ。だからそこら辺の差っていうのはものすごくね、トータル的に1年間見たときに大きな差になってくるんだよ、はい、あ、そうですね、試合ではちょこっとの差がやっぱり全試合ってなったときにその積み重なった差になっていくんですね。そうそうそう、だから3分の1、まあ例えば140の3分の1って言ったらいくつになる？140の3分の1は、50ちょっといかないぐらいですね、うん、じゃあ3試合に1回、はい、ね、下位打線の長打で6番バッターが帰ってくるか、うん、帰ってこれないかって言ったらそれは40打点ぐらい違うわけよ、うん、はい、違うでしょ、はい、だからそれの積み重ねなんだって野球って、はい、だから長いシーズンを戦い抜くのはやっぱ難しい、うん、でチームには柔軟性が必要だって、はい、だからここなんだよ三浦監督が難しいところは。うん、だから常々言ってる、はい、走力を上げないと勝てないって、うん、打つだけじゃ勝てない、うん、打つのは水物、はい、だからもう足とか守備とか、うん、これは確率のいいものだから、はい、ね、確率の悪いところで勝負しようとすると、うん、やっぱ勝敗も確率の悪いところになってしまうよね、うん、だからジャイアンツが調子良くなったじゃん、はい、そうです、これなんで打ったと思う？
では全体的な総力が上がったっていうことになるんですか。それはイコール何だ。イコール、丸選手かい調子良くなってきたしとか、うん、なんだ、なんだ、ホームラン打つし得点力上がったし。だからなんで上がったんだ。打てるからと総力だろ。そう、総力。誰が抜けたんだ。スモークがいなくなったでしょ。あ、スモークの存在忘れてました。だからスモークが抜けたでしょ、はい、あれ6番、5番、6番打ってたでしょ、はい、そしたら大城とかそういう長打で帰ってこれないでしょ、はい、梶谷が戻ってきたでしょ。戻ってきました。スモークの中に梶谷入れたでしょ。あ、梶谷だと戻ってくる。戻ってこれるんだ。だからスモークには悪いけど、はい、スモークがいるんだったら俺3番打たせなきゃいけないと思ってたんだ。あ、6とかで。これなんでかっていうと、岡本の長打で、はい、チャンスを広げといて坂本で返すっていうしかなかったの、はい、その代わり岡本の打点は減るかもわからないけど、はい、でも阪神の強みっていうのは、うん、マルテを3番にして、うん、マルテって足遅いんだよ、はい、サンズを後ろに置いてんだよ。置いてます ね、はい、その走力の差でやっぱ打線の流れっていうのは良くなる。なん、うん、でかっていうと、サンズは佐藤の大山の長打でチャンスを広げる、はい、サンズが返す、うんうん、で出たサンズを梅野が返す、はい、だからやっぱ総力がこう伴ってきてる。だからそういう打線をやっぱ DeNA も組まなきゃいけないんだけど、はい、なかなかメンバー的に組めないんだよ。その今 DeNA で例えば6番ってなると、豊さんが置きたい6番っていうのは誰が一番適任になるんですか。こっから上がっていくと、まあ4番を外していいんだったらオースティンだな。オースティンは足が速いんだよ。はい、ああ見えて。そうなんですね。でもあんまり走りすぎると怪我しちゃうから、はい、痛いって言い出します、うん、それか大和。ああ足が速い。大和勝負強いから、はいはい、でも大和は長打を打てないから、はい、あそこにね DeNA の6番って溜まってくるんだよ選手、はい、あのランナーが、うん、そしたらやっぱそこで長打が欲しいんだよね、うん、トトみたいなので足の速いのが一番いい。誰かいませんか。いないんだよ。そんなやつはもうメジャーでやってる。そうですね。外みたいな可能性は。やっぱ足っていうのはさ、バカにならないし、はい、ましてや9イニングっていうことを考えると今年の場合、うん、やっぱ走力っていうのはものすごく大きいんだよ、はい、だから DeNA が調子が上がってきたらそれ分かる、うん、ね、分かるけどこれ以上いくかなと思ったらプラス足を加えないと、はい、阪神は抜けない、巨人も抜けない、ヤクルトも抜けない、抜けない、中日もってことですよね。いやでもこれ逆に言うとそこの足、走力さえこう補うことができればここから浮上の可能性っていうのは十分に。でも、はい、足を補う選手を入れたとしたら、はい、打線が弱くなる、はい、今のメンバーを見るとね、はい、やっぱどういうふうにチームを、うん、誰をどこに入れてっていうのはすごく大事なことなんだ、はい、だから俺はマルテ、後ろにサンズ、うん、ね、下位に6番に、ま、あの置いてるっていうのはこれは正解だと思う、うん、これがもし逆にしてたら流れが悪くなるから、うん、マルテで、はい、の足で、足で、うん、だから巨人が打てども点が入らない。やっぱここにやっぱスモークの足があったから、スモーク自体はバッティングはスイッチだし、うん、重宝できる選手だったけども、まあ、帰っちゃった、はい、梶谷が入ることによって流れは良くなってるよね。そうですね、うん、なかなかやっぱ難しいんだよ。そうか、そうだね、うまくはいかないけど、はい、でもこれだけは言えるのは、はい、やっぱチームに柔軟性を持たしてるか持たしてないかの差なんだよ、うん、分かる。まあ例えば一番今柔軟なのは巨人だよ。巨人は柔軟、まあ、例えば松原がいなくなったとしたら、調子悪くなってきたら、はい、梶谷1番にして、ウイラ6番に持ってきてみたいな、ね、いろんなことができるんだよ、はい、でも、阪神はこれから辛いだろうなと思うのは、固定になってきてるから、あ、中野を8番に置いて、8番の誰かを2番に置いてとかさ、はい、あ、7番か、糸原を2番に置いてとか、まあ、そのぐらいしかない。あと柔軟性が効かないってことなんだ。だからやっぱりいかにね、戦いに柔軟性は必要かということなんだよ。あ、そしてそれが DeNA にもこう、うん、いやだからもうこれももうずっと言ってる柔軟性を持たせないと
ね、それと走力を磨かないといつまでたっても強いって言われながら勝てないよっていうのはそこそこなんですね、うん、DeNA が。いやただね、ではよくはなってきたよ、はい、ただね DeNA 見てみ、この前、うん、東京ドームだよ、はい、ホームゲーム主催、はい、東京ドームでやるんだよ、はい、ね、三塁側のベンチに帰ったやつがいるんだ。え、いつも東京ドームで。ちょっと待って、まあそんなことはないけど。びっくりしました。どんだけ集中力ないのかと思っちゃいました。まあ集中してるからだよ、逆に。あ、逆に。お前いつも使ってるところはお前三塁ベンチだからさ、三塁ベンチに帰るかも。でも見知らぬ人たちがいるところに帰る。ああ、すいません。って言って戻ってくる。ほんで今度から神宮だよ、ホームゲームが。あ、神宮が大変ですね、DeNA も。大変だと思うよ。それはそれで大変ですね。やっぱりさ、我が家に帰れないっていうのはさ、やっぱそれだけ疲れない。でいつもさ使ってるところが使えない、はい、ね、ロッカールームだってなんか自分のそのポジションっていうのが決まってて、うん、なんかこうくつろぎ方っていうかさ、はい、シェア前の、うん、とかちょっとシャワーでも浴びようかってなるじゃない、はい、やっぱり東京ドームになったりだとかさ、うん、神宮になったりとかするとそういうわけにもいかないでしょ。なんか借りた部屋みたいなんで、はいはい、なんか落ち着かないという、うん、だそういうハンデを乗り越えてね、はい、だから甲子園とか行くといつものペースでできるからいいのかもわからないし、逆にね、うん、でもなんか逆にホームゲームなのに落ち着かないっていうのはさ、それ辛い。だってやったことがないんだもん。そうですよね、一塁側のベンチでみたいな。そうですよね、そうでしょ、神宮だって一塁側ベンチなんか入ったことないんだよ。反対の景色になっちゃうんですよね。そう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 、いやだから落ち着かないだろうなと思いながら、はい、まあ、ハンデ背負ってるなと思いながらね見てるけども、うん、でもその中でやっぱ調子も上がってきてるしね、はい、でみんな戦う姿勢にもなってきてるし、だから頑張ってほしい、応援してるけど、はい、もう常にやっぱこう柔軟性、うん、また走塁ということを、はい、考えてやってほしいなと思うね。そうですね、はい、